本日は顔周りすっきりねじりポニーテールのやり方をご紹介いたします。表参道の夏やヘアスタイリストの国分が解説いたします。今日の一番大きなポイントはサイドの髪の毛を少しずつ生え際に沿って後ろに向かってねじっていきます。ここ重要ポイントです。仕上げに結んでいくときに顎は軽く上げてポニーテールを結びます。こうすると襟足部分がたるみません。まず NG 例です。顔周りにレイヤーが入っていると落ちてきやすいので、普通に結んでしまうと顔周りの髪がパラパラ落ちてだらしない印象になっていきます。最初に髪がまとまるようにバームをつけていきましょう。内側から表面までしっかりつけましょう。耳の付け根で顔周りの髪を分け取ります。顔周りの髪を後ろに引いて手ぐしでとかします。後ろに引きながら上向きにねじっていきます。ねじりながら少しずつ生え際の髪を拾ってねじった部分にまとめていきましょう。襟足まで行ったら一旦髪の毛をクリップなどで留めておきます。反対側も同じように後ろに向かって髪を拾いながらねじっていきます。襟足まで行ったら反対側の毛先と一つにまとめてください。クリップはねじりがほどけないようそっと外します。襟足でまとめたら顎を上げてポニーテールに結んでいきましょう。緩まないようにしっかりきつく結んでいってくださいね。結んだら毛先を左右に引いて根元部分を締めます。結んだゴムの上に飾り差しピンをつけていきます。これで完成です。ぜひ試してみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になったなと思いましたら高評価、チャンネル登録お願いいたします。